おはようございます。あれ、芸能人気取りですか？いやですね、ちょっとあの企画で今ヒゲを伸ばしてるので隠してます。はい、ということで今日は in 渋谷ということで、あのこれからヒロ君と2人で美容院に行ってきます。はい、美容院デート。竹内さん、ブラウニー持ってきますから待っててくださいねいつもおなじみのピースにお邪魔したいと思います。で、今日は普通にまあ美容院デートプラス終わったら渋谷じゃなくて原宿か、原宿の方でランチしてちょっとブラブラデートしたいなと思うので、まあその様子をお届けできれば。あーすごい、早くこれどうにかしたい。ということで行ってきます。あーすごい、結構広。11時予約したんですけど、ただいま11時5分ぐらいです。なんか渋谷ちょいちょい来るんだけど、なんかだんだん変わっていってるね。なんか宮下公園の上がなんか歩道橋みたいになってるし、どんどん街は進化していきますね。暗、ファミマでおにぎりしと、おにぎりし購入。ました。私はカラーしてもらって、さとひろはカットとカラーしてもらうらしいです。何色？いつもの月光。花粉がひどいということで箱ティッシュとゴミ箱を貸してくれました。ありがとうございます。鼻紙場ができてる。うん、鼻紙場。おにぎり、いくらおにぎりを私は買いました。染め染めつごちそうさまでした。すごく美味しかったです。見える？どんな感じになってるの？やっほー。ちょっと今考え事してるんで。出た、美容院に来て寝る。いや、考え事してる、すいません。彼は考え事と言っていつも美容室に来た時寝ています。ブリーチわかる？いや、インナーからだろ。あ、そっか、もう上からかぶしちゃってるのか。あ、お、手を抜けてる。ヤンキーだ。ヤンチー。紫です。ムラピン。ムラピンで毎度毎度ありがとうございます。ありがとうございます。予約はこちらから。予約はね、概要欄から。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ゼミは何色だい？いいでしょう。おしゃぐれです。おしゃぐれ？おしゃぐれ。いつもの。いつもの。この後あれでしょ？日向美容室で。眉毛。あ、眉毛。でも隠れるから大丈夫。やだな。怖いもん最近、日向美容室。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。2人ともおしゃになったということで、はい、ご飯はダサいですけど、じゃあコンビニスタイルしてご飯食べ行こう。腹減ってな。イエーイイエーイイエーイ、いい感じ、かわいい。歩こうぜ。本当につむつむになっちゃったじゃん。いい感じいい感じいい感じ。やっぱ色が入るとテンション上がりますね。色ないとつまんないですね。なんか3年ぐらい前に戻った感じ。毛先ピンクの時代に戻った感じ。あー、でも違う、8月ぐらいに結構、うん、はい、ということで、はい、原宿かなの、なんだっけ、ガッチに行きたい。パスタを食べに行きたいと思います。ガッチ、ガッチ、ます。わかんない。めっちゃ美味しいパスタ屋さんがある。行ってきます。原宿に着いたんだけど、原宿は人がいっぱいです。ビビってんの？ビビってないです。多分なんだけど、1年ぐらい竹下通りを通ってない気がする。本当に？それは嘘でしょ、さすがに。でも行ってないよ。うん。若者の街やな。なんかちょっと前髪がやばい。はい、ということで来ました。で、お昼からサングリアを。あ、美味しそう。まあ、休日デートということでね。いい、美味しそう。ヒロ君は安定のジェノベーゼです。マジうまい。で、私は安定のボンゴレです。ネミ、お腹いっぱいだ。ごちそうさまでした。はい、でもヒロ君ちょっとまだお腹足りないんでしょ？足りないけど、まあまあいいよ。いいの？どっか行きたいとこある？いや、もう君のプランで。まあなんかもう個人的に行きたいところはないんだよね。満足、満足した？消した通りに突入する。今日は帰ります。いいんすか、取れ高的には。うん、だって美容院デートだもんね。美容院原宿デート。原宿一瞬だったけど。いや、いいでしょ、帰りますか